こちら、かわいもんどです。リアルゴシンソぶちかえます。はい、こちら、SSR サルティベンツ代表、かわいもんどです。全水中のからずの県政会館館長でもあります。ご真実と武道双方の観点から見ることができます。ぜひともよろしくお願いいたします。はい、そうですね、こちら、リアルゴシンソぶちかえます。バいかわいもんどはうちの娘のサイン入っております。うちの娘が作画担当しました。ぜひとも購入していただきたいと思います。 思います。します。はい。こちらも出ておりますよ。怖いな、怖いな、うざいな、うざいな、イナガーモンド T シャツです。はい。これカーエモンドの奇団っていうね、スピンオフがやってます。そちらの方ですね。<laughs> いわゆる心霊現象、超常現象を取り扱った動画も私出してます。 それもちょっと見ていただきたいと思いますが、そちらからのこれテ T シャツですね。お願いします。ぜひとも購入していただきたいと思います。え、それからですね、リアルゴシンソーブ、ウイチカマセイス、ゴシンソーブ、カマセ DVD 新、新最新作出ております。ぜひともですね、購入していただきたいと思います。その他、ゴシング術、DVD、こちらの方も出てますので、ぜひとも購入してください。あと、機械術だとか、え、それから、運足だとかね、そちらの方も出てますので、ぜひとも購入してください。よろしくします。はい。それから、ドネーション、ドネーション、ドネーション、寄付の方ですね、こちらの方もですね、ぜひともですね、していただきたいと思います。ぜひともサポートしてください。モチベーションがあります。そうすると、 ご心酢講座、バンバンこれ公開できますので、ぜひとも、サポートの方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。はい。えー、今日のトピックなんですが、えっとですね、シドニーの、えー、バンクスタウンですね。バンクスタウンというところでちょっと事件がありました。これは何かっていうと、えー、まあ、婦人警官の方が、えー、まあ、二人一組で歩いてたんですけど、男とちょっとこう、いざこざになって、まあ、一般市民ですよ、この男は。 で、ええー、まあ、ボコボコにされてしまったっていう事件ですね。えー、フルボッコになってしまったっていう事件なんですよ。これがね、私もちょっと動画見て、ちょっとここでは出せられないんですけど、動画見たんですけどこれね結構ひどいことをやられてるんですよ。うん。で、私ちょっといろいろこう分析したんですけど、やはり、あの、まあこれね、まあこれ警察官の話なんですけど、これ今言ってるのは、普通の一般の方でも、やはりですね、相手にアプローチするときっていうのは、まあ自分からアプローチしなきゃいけないと。 前っていうのを必ず保ってください。前っていうのを保ってください。この前っていうのは、これは下手をすると、生き死にに関わってきます。いいですか相手とのディスタンスをちゃんとしっかりと考えて、えー、相手のアプローチっていうのをかけないと、下手をすると、やっぱりナイフとかだったらすぐ到達します。いいですかで、ナイフでなくとも、まあ、いろんな他にも武器あったりするんですけど、素手であっても、到達します。すぐに到達することができます。相手のパンチっていうのを顔に当たったりします。 いいですかえー、ですから、えー、まずは、その、ディスタンスっていうことをしっかりと考えて、相手のアプローチをする。で、ここ重要なんですけど、えー、例えばアプローチしなければならないとかってなったときに、えー、今これちょっと警察の話します。いいですかえー、必ず、 えその自分の持っている装備品というものを最優先に使用するということの思考を持った状態でアプローチをしなければなりません。素手でもやれるんだっていう感覚でいると、相手は何を持っているかわからない。何を取り出すかわからない。もしくは、とてつもない力を持ってるかもしれない。今回みたいにね。えー、ってバッカぽカにやられてしまって、無抵抗の状態でやられてしまうっていうような状況になってしまう。 いいですか。だから、アプローチをするときにはもうすでに持ってる、例えば拳銃なら拳銃でもいいですし、手をかけとくとか、えー、まあそれだけも威圧にもなりますしねあ。かけてな、俺やられるなってなるので。相手に対して送るんですよ。もう,もう来たらわかるよねっていう。来たら撃つからねっていう感覚で手をかけるとかっていう。相手に対するいわゆる意思表示として。まあ言ってみればこれはハイプロファイルですよ。ハイプロファイルご真実ね。 あの警察としては、ハイプライファイルご真実となりますが、かけた状態で行く。もしくは、そうでなかったらテイザーがあるので、テイザーに手をかけるとか、もうすぐにドローイングして、ドローイングしつつ、自分はディスタンスを確保した状態で抜きつつ、離脱をしつつ、いわゆる運速を使った状態で離脱をしつつ、例えば、左手に何らかの防護だを持ってくるのはこのマシンですが、どうしてもないときは、手を出した状態で抜いて、ステップバックしつつ、相手に向けて打つ。まあ、テイザーの話ですね。 っていう状態であれば、相手がパンチでこうやって来たとしても、やれます。ね。テイザーで行きますよね。まあ、もしくは状況によっては、銃で撃つって、相手がハマーを撃つ。銃で行けるとかってなるんですけど、とにかく自分の装備品っていうものをすぐにドローイングできる状態にしなければいけない。で相手と距離を取ってなきゃいけない。で、かつ、相手が、えー、来る時には自分はすでに離脱を開始,開始していなくてはいけないと。 こちらがすべて揃っているところですね。もしくはサイルスプレーもオーストラリアの警察官っていうのは持ってるんですけど、サイルスプレーでも一緒ですよ。全くドローイングをして、かつドローイングをしつつ離脱を開始している。その前にはディスタンスを保っておくっていうことが、これは非常に重要ですね。だから相手の手をしっかりと見てどんな武器を持ってるかっていう状況ももちろん判断しなきゃいけないし、それが銃なのかもしれないし、そこのところはわからないんですが、状況に応じてすべてのものの装備品っていうのを変えていくという状況になります。最終手段だと拳銃になります。 だから、えー、テイザーが出る場合もあるし、サイレスプレイが出る場合もあるし、ね、まあ状況によっては特殊警報っていうすごくレアなケースもあるかもしれないんですが、一番有効なのはテイザーかサイレスプレイですね。非殺傷の場合は。だけど殺傷しなきゃいけないときは拳銃が出ると思います。はい、特殊警報出す暇っていうのは多分ないですね。拳銃出しちゃが早いんで、ね。日本、日本の例を見ても一緒ですよね。皆さん拳銃出すかす。出しますよね。で、撃ってるじゃないですか。あれは問題ないですよ。だから問題ないですよ。はい。 だからそこのところがあれかなって思ったのと、まあ、例えばこれ一般人に照らし合わせてみたときに、えー、例えばですよ。ま、ちょっと今パッと思い浮かんだ例として、例えば庭先に誰か入ってきてると。それだったらそもそも警察に電話すればいいわけですよね。自分は出なくてロックした状態で、ホームセキュリティをしっかりとして、例えばこう信号を用意した状態で家の中で、例えば庭先に誰かいるなら、警察に連絡すればいいんですよ。わざわざアプローチする必要ないでしょう。だけど、アプローチをしなければならないという選択肢を取ったとき、 いいですか。その時は全く私がさっき言ったような状況と、まあ、ほぼ似ておりますよね。棒ごたてを左、例えば右利きの方だったら、棒ごたてを左手に持った状態で、少し半身にした状態で、えー、まあ、ドローイングする必要ないから家の中だから、もうすでに持ってるでしょう。例えば、こっちにポルスマグナ持ってるんだったら、この状態でこういくわけですよね。で、アプローチするんだけど、アプローチするにもぎゅーっと急接近してしまってはいけないし、相手が接近してきた時は自分はそれに応じて下がっていかなきゃいけないということなんですね。なるんですね。 相手がこうやって来た時に多分後ろがドン付きになっている時は回らなきゃいけないですね。当たり前ですけど。後ろがドン付きになっているからずっと行ったらドンって来てドンってやられるでしょやられるじゃないですか。それこそ壁にドンですよね。まあこれちょっとジョークじゃでい。まあやられるじゃないですか。だからこう来た時に、このままこういう風にえ旋回するっていうやり方になりますよね。そうするとこうやってついてくるから、状況によってはもうすぐ運速を開始して、えー、即座に使用するっていう形にはなりますよね。うん。なので、この、 間合いというものをですね。皆さん覚えておいていただいて、やはり、えー、この間合いがないと、これは命を守ることすらできなくなってくる。これは、えー、もちろんすべてはもう当然難しいけども、ご信号を持ってたとしても、そもそも間合いが取れない。その前の段階で準備すらしていない。準備をしない。間合いを取らない。ね。察知もしない。警戒もしないとかってなってくると、 もうこれは完全に後手に回ってしまうということになります。だから、そちらの方が非常に重要であるということを考えていただいて、その上でですね、ご新聞というものをですね、装備していただきたいと思います。まあ、これは今は、え、所持ということで、家の中に持っていた場合で庭先に何かがいたときという話をしました。一番いいのは警察で通報すること。当、ま、たあり前ですね、ロックした状態で。でも準備はしておく。 のが一番いいんですけど、もしアプローチしてしまった時って話をちょっと今させていただきました。いいですか。まあ、外に出た時もね、全く一緒ですよね。外に出た時にそういうような状況で出くわした時、まあ通りまでも何でもそうなんですけど、まずは離脱を開始するということなので、そのまま逃げれる状態になったらいいですよ。だけど、逃げれない状態っていうか、要は前がしっかり取れてないのに逃げてしまって、くるっと帰って帰ってくると、こちらが追いかけていて背中を刺されるってことになるんですよね。 今回の広島の検査でしたら、ね、背中を何,何箇所か刺されてるから、いきなり来たのか、逃げようと思って逃げた、あの、逃げようと思って行ったところ、後ろから刺されたのかもしれないので、えー、とにかく、逃げろっていうのは大事なんです。離脱ツアー大事なんです。だけど、そもそも、相手との距離っていうのをしっかりと押し上がって、えー、間合いを取っていないと、非常に危険だということですね。まあ、やはり、あとは装備品のもの、例えば、某だったら、そういったものっていうのを準備をしておいた状態で、即座に使用するということなので、 えー、同時に全て進行していくってことが重要ですよね。防護盾とご進具と運足っていうもの、離脱。その前の事前警戒の察知からの、間合いの取り方ってことが非常に重要になってきます。だから、頭を結構使うんですね。ご真実ってのは頭を使うから、あの、何ていうのかな、その、根性論とか結構多いじゃないですか。根性論でご真実を語る人とかって結構多いんですけど、そもそもそんなものではないので、 頭使うものなので、そこのところですね、やはりこの頭のこの柔軟性っていうのをしっかりと持って、円滑にしていただきたいと思います。はい、っていうことですね。ちょっと今日はね、えー、オーストラリアで事件があった。ということで、まあシドニーですね。シドニーで無事件がやられてしまったっていう事件から、いろいろなこの間合いについてですね、えー、語ってみました。はい。まあご真実としては大事ですからね。はい、ということですね。はい、それではまた次回お会いしましょう。やるルコシズ。ぶちかます。